本日は御殿の中、息子いつきの参会儀にこのように多数の方々にご出席いただきまして誠にありがとうございます。生前お世話を受けたまわりました皆様、信仰を厚くさせていただきました皆様にお目にかかれ、いつきもさぞ喜んでいることと存じます。その時に法道のうちより大音量を愛出して褒めてのたまわぐ、お手すきの方からこれどうぞ。甘だけ気ぃ利くかな。いや、ほんま言うたら甘ない方がいいやけどな。あ、安よ、お前あれ菊まさかなんかあったの？後でたっぷり飲むんでしょ。いいから食よ食よ。ひろこさん、秋葉さんたちがよろしくて顔出せへんですんませんて。そうですか。先輩たち今日は自宅謹慎ですわ。自宅謹慎、みんな未だに罪の意識なんですよ。秋葉さんなんかあれからまだ一度も山登ってへんもん。あの人たちにしたら先輩が死んだこともまだ昨日のことみたいなもんなんやろな。みんなちょっと集まって。メーカメロンの登場やで。ほんま言うとね、秋葉さんたちが今夜こっそり墓参りに来る計画らしいですわ。ヨモちゃん、すまんけど帰りにこいつ家の前で落っことしてってくれ。はい。なんか急に頭痛いなんて言い出すもん。いや、危ないな、もう。痛い痛い痛い、こんな夏き飛ばさなくて。ひろこさんでしたっけ。春雄さんも酔っ払ってんの。もう飽きませんよ、こんな人。菊正一人で全部飲んでしまいました。しょうがないな、もう。ひろこさん、堪忍やで、ひろこちゃん。大変なふりしてるだけよ。今日だってこれから一晩中どんちゃん騒ぎ。あんまり喜んでると体裁悪いから忙しぶってるだけ。供養だ供養だなんて言ったってお酒飲みたいだけなのよ、あの連中は。お母さん、頭は。え？ああ。あれね、仮病。何？いや、みんないろいろ企むもんだなって。可愛いもんでしょ、私のは。秋葉さんたちも何か企んでるみたいですよ。全然遊びに来てくれないんだから、たまには顔見せてよね。すみません。途中まではやったのよ。でも今日の準備があったじゃない。なんだか面倒くさくなっちゃって。最近ちょっと開かずの間なの。ほこりっぽくてごめんなさい。ひろこさん、これ見てみる？卒業アルバム。だったんですか。うん、そう。どの辺ですか、小樽の。
こだっけ。もうないのよ、国道の下敷きかなんかになっちゃって。あら残念。うん、あ、ここいた卒業する前に転校しちゃったから。でも面影ありますね。うん、なんか今見ると不吉な写真ね。ケーキ食べる？いや、小虫の穴よ。じゃあ。何企んでんの？秋葉さんたち。ああ、今夜夜襲かけるんですって。夜襲？夜こっそりお墓参りするんですってじゃああの子今夜眠れないわね。今日どうしたのよ、休み？風邪ひいたのよ。あ、そう。今年のはしつこいってよ。誰かさんみたいね。ねえ、あのさ、映画のチケットあるんだけどさ、一緒に行かない？土曜日とかさ。行かない。じゃあ日曜は？あー、寒い。いつきちゃんの空いてる日でいいんだけど。なーい。あ、いつきちゃん、いつきちゃんってば。手紙。あらあら、いつきちゃん、いつきちゃん、手紙。いつきちゃん。なによ落としましたけど、ラブレター。あ、いや、あの、いつきちゃん、いつきちゃん、来週は？
渡辺ひろ子誰だっけな。拝啓藤井月様、お元気ですか。私は元気です。渡辺ひろ子。何の手紙？不幸の手紙？ちょっと違うと思うんだけど。おじいちゃん、ご飯。神戸の渡辺さん。ママ覚えない？渡辺さん？これ。あんたが忘れてるだけじゃないの？そんなことないって、絶対知らないもん。渡辺ひろ子。変よこれ絶対。変よねおじいちゃん。どれ。神戸に知り合いなんかいないぜ私。知らないわよ。あんた病院行かなかったの。うん、行くほどのもんじゃないもん。そんなの引き始めにしか聞かないわよ。じゃあ明日は仕事行けるのね。行かないんだったら病院よ。いつき、それちょっと見せて。病院に行くくらいだったら過酷な労働を取るわ私は。この間結婚した子は。うん、結婚して名前変わったでしょ。ほらそうでしょ。あれは遠藤さん。ティッシュ。渡辺ひろ子、渡辺ひろ子、渡辺ひろ子、渡辺ひろ子。はあ、もうイラつくな。拝啓渡辺ひろ子様、私も元気です。でもちょっと風邪気味です。拝啓藤井五月様、風邪の具合はいかがですか。お薬飲んで早く治してください。渡辺ひろ子。気をつけてな。ひろ子さんお先に。そっちのはどうやった。え、法事の方は。うん、まあいろいろ。いろいろって。いろいろっていろいろ。なんかええことでもあったんかいな。え、なんかそんな顔やで。そう。何？何やねん。そらこっちが聞きたいわ。あの人のお家でね、卒業アルバム見せてもらったの。卒業アルバム？そう、中学時代の。小樽に住んでた頃の。うん。そのアルバムの最後のところにね、名簿がついてて、その中にあの人の住所もあったの。そらあるやろな。でも今は国道になっちゃってもうないんだって、お家は。だから
今はもうない住所なそうでしょ。まあそうやな。その住所に手紙書いて送ったの、あの人に宛てて。そんなん書いたって届かへんやろ。届かないから送ったのよ。だって天国に送ったんだもん。また決体なこと思いつくやな君は。でもね、そしたらね、返事が来ちゃった。天国から？そう。そんなアホな。拝啓渡辺裕子様、私も元気です。不思議でしょ。でもちょっと風邪気味です。藤井樹、こんなん誰かのいたずらやろ。かもしれないけど、でもちょっと嬉しくて。やっぱあれかな、やっぱり忘れられへんのかな藤井のこと。そんな決体な手紙まで書いて。秋葉さんはもう忘れちゃったの？そんなん、そういうことやないやろ。ほな俺と君の関係はどう定義すんの？なあなあ、うん、なあひろこちゃん、なあって俺真面目な話してんねんで。そんなこと言うたかってよう分からへんかな。都合の悪い時だけ関西弁使うやもんな。どうした？あの、ちょっと忘れ物を。何の？あ、いいんです、失礼します。見られてしもたな。どうなんでしょう、しゃあないもんな。これで既成事実成立っていうことで手打て。無事にな、お願いしてきたんや、墓参りの時。君と結婚させてくれ、言うて。もうええ加減、あいつのことは自由にしたったってええんちゃうの。な。君も自由になれよ。次郎にあるでしょう。桜の木の下には死体が埋まっている。あとほら、坂口暗号のさ、桜の森の満開の下。そうそう、やっぱあれよね、桜っていうのはそういうもんよね。
そういうもんよ。そのわけのわかんない手紙でしょ、風邪薬でしょ、それに桜と春の気配。絶対に入院すべきよこの子。ねえ主、どうしよう。ほっとくとずっと送り続けてくるもんね、こういう人って。ずっとって永遠によ。背景渡辺裕子様、あなたは一体誰ですか。お願いですから本当のことを教えてください。何言うてんねんこいつ、自分で勝手に夫人になりすましといて。でもマジだったらどうしよう。マジってどういうマジ。分かんないけど。でも考えてみたら変やな。なんでそいつのとこちゃんと手紙届くんやろ。この住所もう誰も住んでへん言うとったよね。国道になったって。でもちゃんと手紙届いてるやん。こいつ国道の上にでも住んどるんかいな。まさか。どないなってんねやろ。どないなっとんねやろ。でもそいつが仮に国道の上に住んどるとしてやで。え？だから仮によ、仮に中央分離帯の真ん中かなんかに掘ったて小屋でも掘ったてで住んどったとしようや。だから仮によ、な、ちょっと聞いて。仮にそういうことがあったとしてやね、郵便屋がその手紙を持ってやってくる。しちゃやけどきっと郵便屋はそいつに手紙は渡さんやろな。うんうん。なんで？空洞に勝手に住んじゃいけないから。ちゃうて。だからそれは例え話やん。ほなこうしようか。仮に国道はなかったとするわな、その代わり藤井の家はまだあるんよ。誰か新しい住人が住んどるとしようや。そこに郵便屋がその手紙を持ってやってくる。そしたら手紙は届くやろか。あ、それなら届くよね。かん、届かへんよ。どうして。届くわけないやん、名前ちゃうもん。郵便屋がその住所に手紙を持ってってもやで、表札ちごとったらよう入れんやろ。なるほどね。それは国道でも一緒やん。国道の真ん中に家があってもそれが山田さんちやったら手紙は届かへんねん。つまり名前が違う限りこいつに手紙が届くことは永遠にあらへんちゅうわけや、ちゅうことやで。こいつほんまに藤井いつきっちゅうことかな。へえ。いやしかしな、でもせめて藤井っちゅう名前やないと手紙は届かへんことやもんな。ねえ、うん、やっぱり。あ、ちょっと待って、今なんかひらめきそうやで。あ、ちゃうわ、何。だからやっぱり彼が書いてるのよ。あ、それで辻褄が合うじゃない。そういうのは辻褄とは言わんよ、ひろこちゃん。でも夢はあるわ。そりゃ夢はあるかもしらんけど、うん、そうよね、そうしよう。そうしようやないよ、そうしようやないよ、ひろこちゃん。ええよ、ええよ、ひろこちゃんはそう思っとったらええやん。俺は俺のやり方で事の真相を明らかにすることに全力を尽くすさかい。ちょっと貸して、貴重な証拠物件やから。もしあなたが本当の藤井月なら何か証拠を見せてください。喧嘩売ってんのかしらね。だいたい最初に手紙よこしたの向こうよ。ねえ、ちょっと送ってみなよ。何を。証拠よ。どんな証拠よ。住民票の写しとか。なんで私がそんなもん提出しなきゃなんないのよ。じゃあ保険証は。私ね、もうこれ以上関わらないことに決めたの。い
くら手紙が来ても相手してあげないわ。いつき、偽物呼ばわりされて黙ってる気。なんか指名手配の写真みたい。これ傑作やな。いやしかしほんまに藤井樹っちゅうのがおったんやな。いや俺の作戦も大成功やね。あ、実はな、俺もこっそりこいつに手紙書いてあったよ。お前ほんまに藤井樹っちゅうやったら証拠見せろ言うてな。しやけどこんなもん送ってくるとは敵も去るもんやで。そいでな、ひろこちゃん、小樽行ってみへん？俺の連れにな、やっぱり小樽でガラスやってるやつがおるんやけど、そいつが展覧会やる言うて案内くれたんよ。めんどくさいから断ったろ思ったんやけど、ちょうどいいやなあ。せっかくやから小樽行って敵の正体暴いてみ。敵じゃないよ。え？そういうんじゃなかったのに。ひどいよ秋葉さん。でももうこれで最後、みんなおしまい。風邪治ったのかな。あの風邪薬飲んでくれたのかな。ひろこちゃん、あの人の手紙だったの。思いたかったの。でももういい。こんなん来るからいかんねん。藤井なわけないやん。あいつが手紙かけるわけないやろ。辛いで、ひろこちゃん。いつもその席座りよるしな。俺とあいつが最初に君に会った時もやっぱりそこ座ったもんな。あいつ初対面の君にいきなり付き合ってくれ言うたん覚えてる？最初に刺すと俺やで。それまで女の子なんかとも口も言う気かんやつやって。やっぱりあの時最初に俺が口説くべきやったな。もしそうなっとったら俺らどないなっとったんかな。小樽行ってみへんか。探してみよう、もう一人の藤井樹。あいつのことはうんざりするのは知っとるわ。小さな大学やったからな。でもあいつの小樽出身ちゅうのは初耳やで。俺かと知らんかったよ。よしやん。あ？その藤ってさ、ひょっとして藤井月のこと？お前知ってんのかいな。やっぱり。いやそいつ俺の幼馴染っすよ。
狭い町やな、ここは。またぶり返したのね。今日休む。だったら病院行きなさいよ。おはようさんです。はい。阿部和さん、そう、新しいマンション見つかったんだって。いいな、私も行きたい。部屋見るくらいなら平気よ。あ、少し早すぎました。うん、大丈夫。あ、そうだわ。いつき、すぐ出れる？うん。おじいちゃん、まだ引っ越し反対なんですか？朝からあんな土いじりしちゃって、なんか種まで撒いてましたよ。やっぱり名残惜しいのかな。老人の昔懐かしに付き合うわけにもいかないでしょ。あと 5,6 年で天井が崩れるって言ったのはあなたよ。あ、それは間違いありません。今だってよく住めるなっていう状態ですよ、はっきり言って。そこまで言われる筋合いないわよ。いや、例えて言えばっていうかね。ねえ、ちょっと暑いんですけど。かぶってなさい。いつきちゃん、風バカにできないよ。マリモ電気知ってます？マルシャの向かいの？そうそうそう、あそこのご主人ね、うちのお得意さんなんだけど、この間風邪こじらしちゃってね、普段風邪ひかない人なんだけど引いちゃって、これは鬼のかくらんだねなんて笑ってたら、こじらしてとうとう肺炎。死んだの？まさか肺炎ぐらいじゃ死にやしないけどさ。うちのパパそれで死んだじゃん。え、肺炎だっけ？お兄さん風邪こじらせた肺炎忘れちゃったの？あ、いや、そうだったよね。いつ頃でしたっけ、お兄さん亡くなったの？それも覚えてないの？仮にもあなたの女房の兄貴よ。みんな忘れちゃうのね、死んだ人のことなんか。いや。親を肺炎で亡くしといて。全然懲りない子もいるしね。何ここ？病院よ。そっか、しまった、5号線か。いつだっけな、開通したの。中学は学区が別々だったから引っ越したのも知らなかったっすよ。あ、その辺りが玄関かな。ガラガラ。お邪魔します。大友さん、変な話なんですけど、あいつと同じ名前の人知りませんかね。え、あの藤井と同じ名前の人。知らんね。知られません。ひろこちゃん、何してんの？ここに送ったんだね。あ？最初の手紙。細井さん、細井滝さん。はい。藤井月さん。
はい。この辺やな。ちょっとその辺で聞いてみるわ。ごめんください。ええー、気やね。旅の恥はかき捨てや犬や。すんません。すいません。こちら藤井さんのお宅ですよね。そうだな。藤井五木さんのお宅ですよね。は出かけております。そうですか。じきにね戻ると思います。あ、じゃあ外で待たせてもらっても構いませんかね。中入ればいいでしょう。いや、外で待とうと思います。クレイジーやな、俺たち。背景、藤井五木様。あなたに会うために小樽に来ました。今、この手紙をあなたの家の前で書いています。私の知っている藤井五木は、あなたではありませんでした。ここに来てようやくすべてがはっきりしました。私の藤井五木は男性です。そして昔私の恋人だった人です。彼は2年前。待たへんの？うん。彼は今どこにいるのか分かりません。ただ時々思い出すんです。どこかで元気でやってるかなって思うんです。ああかんわ。まあ、ちっちゃい町や、すぐ繁華街出るやろ。そんなつもりで書いた手紙でした。だからどこにも届かなくてよかったんです。なあ、さっき書いとった手紙、なんで嘘書いた？嘘って？あいつが死んだことを書かへんかったやろ。どうしてかな、なんとなく物騒な話でしょ。物騒な話か。そうかもな。あ、これはラッキーやね。背景藤井五木様、この手紙はあなたの家の前って書いてます。さっきそこの上り坂で手挙げてたでしょ。今上でお客さん下ろして慌てて U ターンしてきたんですよ。それは嬉しいね。あれ、なんかお客さん今さっきのけてた子によく似てるな。ん？俺？違いますよ、隣のお嬢さん。いや、似てるな。あなたには大変ご迷惑をおかけしました。本当にすみませんでした。
彼と同じ名前のあなたに会ってみたくてここまで来たけど、会う勇気が出ませんでした。思えば手紙だけの間柄でした。手紙だけで失礼させていただきます。同じ名前。背景、渡辺裕子様。何にも事情を知らずにひどい手紙を送ってしまいました。勘弁してください。その代わり一つだけ耳寄りな情報を提供します。それより中村どないしてんねん。中村連絡ないか。全然もうあいつ電話かかってけへんねん。ほんじゃ帰った言うとくわ。たまにはお前のこと電話せえ言うてな。おいタバコないか。タバコないか。藤井さん、その帰り一つだけ耳寄りな情報を提供します。実は私が中学の頃、同じクラスに同姓同名の男子がいたんです。ひょっとしたらあなたの藤井月っていうのはあいつのことではないでしょうか。ああ、ここだ。ここです、ここ。ここの3階室。どうぞ。これ、結構見晴らしもいいっすから。狭いよ。そら、いつきちゃん。あの家に比べたらね、あの家が広すぎんのよ。まあね、ミヘヤも遊ばせちゃってるからね。でしょ。下宿人でも置こうかしら。姉さん、そんなこと考えてるとまた引っ越し伸びちゃいますって。また土壇場でキャンセルされたら、たまんないもんね。あのどうでもいいですけど、結論は早めに。これ結構人気の物件なんで。結論は出てるのよ。あとはおじいちゃんをどう説得するかだけなのよ。どの道あと数年で取り壊さなきゃいけないのは分かってるでしょ、おじいちゃん。決めちゃいますからね。俺は反対だ。ちょっと座ってください。座って話聞いてください。もう分かった。分かってないじゃない。俺が反対したってどうにもなんねべや。そうよ。じゃあ引っ越すしかしょうがないべ。もう楽じじい。あれ、今おじいちゃん引っ越すって言った。何調べてるの、そんな真剣な顔して。ちょっと。彼の同級生に同じ名前の人がいたんですか。うん、さあいたかな。
この子。ん？どれ？覚えてない。似てますか、この写真。え？私に似てますか？ひろこさんに？似てるかな。似てるとどうなるの？似てると何かあるの？いえ、別に。嘘。本当です。ひろこさん。顔に嘘って書いてある。似てるとどうなるの？似てたら許せないです。それが私を選んだ理由だとしたら、お母さん、私どうしましょう。あの人私に一目惚れだって言ったんです。私もそれを信じてました。でも一目惚れには一目惚れの訳があるんですね。騙されました私。ひろこさん、中学生の子にやきもち焼くの？そうですよ。変ですか？変よ。変ですよね。あの子幸せね。あなたにそんなにやきもち焼かれるなんて。ひろこさんもまだあの子のこと好きなのね。そんなこと言ったらまた泣いちゃいますよ。お元気ですか？あなたの言う藤井月と私の藤井月はやっぱり同一人物のようです。実はこの手紙の住所は彼の卒業アルバムの中から見つけたんです。すべては私のそそっかしい勘違いでした。本当にごめんなさい。ところでこんなに迷惑をかけておいてお願いするのもずうずうしいことなんですが、もし彼について何か覚えていることがあれば教えていただけないでしょうか。あいつのことは背景渡辺博子様、確かにあいつのことはよく覚えています。でも彼との思い出はそのほとんどが名前にまつわるものばかりで、といえば大体想像がつくと思うけど、それは多分あんまりいい思い出とは言えないものばかりなんです。入学式の日からしてすでにそうでした。庄司勝俊。はい。田中京介。はい。服部和友。はい。藤井五樹。はい。同姓同名か。初めて見た。村岡忍。村岡。こんな調子の狂ったスタートを切ってしまった私の中学生活は、以後もあいつのせいで不当な差別に満ち溢れた暗い3年間になってしまったのです。例えば日直の時なんか。藤井君、明日の日直誰だっけ？浦岡と船橋。今日の数学って何だっけ？方程式。何方程式？藤井一樹、熱いね、熱いね。よっしゃよっしゃ、熱いね。連立方程式。
Thank you. こんな日々も一年の辛抱かと思ったら、私たちはなんと3年間ずっと同じクラスになってしまったのでした。旗で聞いてる分には面白いでしょ。でも当人たちには結構辛い日々でした。お互いなんとなく避け合って、あんまり話をした覚えもありません。あれからどうした？え？手紙。ああ。ぼちぼち。ぼちぼちって？拝啓藤井樹様。彼はどうだったのでしょう。同じ名前の女の子にどこか運命的なものを感じていたのではありませんか？それはありえないわ。あなたは何かロマンティックな空想に浸ってるようだけど、現実というものはもっと殺伐としたものよ。私たちの関係は例えればアウシュビッツの中のアダムとイブってとこかな。繰り返される冷やかしの拷問に生きた心地もなかったわ。クラス委員選挙の時のあの事件のことなんか思い出すだけでも忌まわしいもの。遠藤さん、投票用紙の中にこんなふざけたのが1枚だけ混じってたんです。それを開票係の稲葉がわざわざこう読み上げたの。藤井月ハート、藤井月。ところがそれだけじゃ終わらなかったわ。クラス委員の選挙の後は各種専門委員ってやつ、放送委員とか、その最初が図書委員選挙でした。なんか嫌な予感はしたのよ。図書委員は藤井樹コンビに決定しました。あ、ちょっとこいつ泣いちゃってるぜ。マジで？マジで？マジで？泣いちゃってるよ。泣いちゃってるよ。マジかよ。マジマジ。なんかやったんだろうね。なんとあいつは。愛の勝利でした。パチ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 。あ、聞こえちゃった。いや、メンゴメンゴ。冗談冗談。何になっているの。どう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 。はいはいはい。やめろ。やめ。この野郎。やめなよ。話しなよ。話せなよ。みんな止めてよ。おい、話せ。彼の暴動も虚しく、結局私たちは図書室送りにされました。でもあいつは仕事をサボってばっかりで、ほとんど働いてくれませんでした。藤井くん、ちょっとこっちやってください。あいつとにかくたくさんの本を借りていくの。それも青木昆陽の伝記とかマラルメの刺繍とかいう類の本。要するに誰も借りないような本ばっかりだったの。こんなの読むの。読むわけないじゃん。藤井樹ストレートフラッシュ。要するにあいつは誰も借りてない白紙のカードに
自分の名前を書くのを楽しんでただけなの。呆れた私は彼にこう言いました。バカじゃない？でも彼にはこのいたずらがよっぽどお気に召していたみたいで、飽きもせずにしょっちゅうやってました。とにかく変なやつでした。背景藤井月様、お手紙深く感謝しています。あなたの思い出の中に住んでいる彼はもちろん私の知らない彼です。でもやっぱり彼なんです。きっとそんな彼がいた場所や時間はもっとたくさんあって、私が知っている分なんかほんのわずかなんですね。あなたの手紙を読んでそんなことを感じました。どうかもう少しお話を聞かせてください。あなたの思い出を分けてください。なんだか私の脳みそ小包みにして送ってあげるのが一番早そうね、うん、あれは確か2年の期末テストの時、答案を手にした私は立ち直れないぐらいのショックを受けました。初瀬27点。この27って数値は未だに忘れられないわ。ところがよく見ると、これが私の答案じゃなかった。ということは、あいつが裏にゴリゴリ落書きなんか書いているやつが私の答案のはずでした。それが長い一日の始まりでした。私の答案返してよ。その一言がどうしても言えないばっかりに、勝負は放課後へと持ち越されたのでした。前田先輩、あの、和美が前田先輩と付き合いたいって言ってるんですけど。あの、友達としてでいいんです。あの頃、放課後の自転車置き場といえば恋人たちのメッカでした。あれ藤井じゃん。意外だな。やるじゃん。それは隣のクラスの及川早苗でした。あなたも誰か待ってるの？お互い辛いわね。男って勝手よね。そう思わない？あの、どうぞ。ありがとう。女の方がもっとずるいもんね。頑張ってね。お先に。つかの間の相棒を失った私は、また一人であいつが来るのを待ち続けたのでした。
ちょっと、今日の英語の答案は間違ってなかった。え？これ、藤井君のじゃない。暗くてよく見えねえよ。早くしてよ。目が疲れてきた。そうか。ブレードの過去形ってブロークか。ちょっと、こんなところで答え合わせなんかしないでよ。おい、見えねえよ。その曰く付きの答案を見つけたので送ります。裏の落書きはあいつの直筆です。拝啓藤井五月様、直筆入りの答案用紙ありがとうございます。大切にします。ところで彼はどんな女の子が好きだったんでしょう。例えば初恋の相手なんかに心当たりはありませんか。拝啓渡辺裕子様、そこまで彼のプライベートに関わるデータは私にはありません。でもあれで結構あいつモテたからな。覚えてますか、及川早苗、あの子が絡んでこんな一悶着がありました。いい月、うちくんってさ、誰か付き合ってる人いるの。知らないわよ、そんなの。そう、何よ。だってあなたたち仲良さそうだから。冗談言わないでよ。なんでそうなるのよ。愛を感じないの、彼に。なんだったら私が愛のキューピッドになってあげてもいいのよ。お断りします。各自ペアになって背中合わせで柔軟体操始め。付き合ってなかったのね、あなたたち。だからそう言ったじゃない。彼に直接聞いちゃった。え、せっかくあなたのために愛のキューピッドになってあげようと思ったのに。すっごい残念。だから今度はあんたが私のキューピッドになる番じゃない。何それ。私と藤井君との仲取り持ってほしいの。何言ってんのよ。私ってさ、何するか分かんない女でしょ。及川早苗がね、あんたと友達になりたいみたいよ。そう。どう。別に。別にってどっちよ。どっちってな。嫌なの。誰か他に好きな女でもいるの。いるの。ねえよ。じゃあいいんじゃん。ちょっと待って、心の準備がまだ待ってくれ。ちょっと待って、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 
あなたはここで結構よ。男と女はこれの繰り返しよね。というわけで及川早苗が恋人じゃなかったことだけは確かです。いずれにせよあんな不愛想な男にまともな恋人なんかできるはずないんじゃないかな。あ、いやいや、これはあくまで中学時代の彼についてです。そのどこが良かったの？お待たせしてどうもすいません。先生じきいらっしゃいますから。ひろこさん、私秋葉先生のこと好きだったんです。ひろこさんやもうたから諦めたんですよ。私ひろこさんのことも好きやし、どうか先生のこと幸せにしてあげてください。あ、先生がひろこさんのこと幸せにしてあげなきゃいけないんですよね。先生そう言っておきますね。あ、先生、ひろこさんお待ちかねですよ。あ、青い風聞いて走れ、ある島へ。なあ、一度あの山行ってみへんか。あいつに挨拶してこようや。思い出すと結構出てくるもんです。こんなこともありました。あいつ通学中にトラックに接触して救急車で運ばれたの。あの日はなかなか傑作だったわ。今朝このクラスの藤井月が事故に遭った。まだ死災はわからないが、浜口先生も病院に行かれてますので、今日のホームルームは私が。藤井、お前なんでここにいんだ。は？自首。なんだよ。あいつは左足を複雑骨折。しかもそれが陸上競技大会の1ヶ月前。彼は100メートルの選手だったんです。
道について。よーい。ダメでねえか。どこの学校だ。どこの中学校だ。何なんだよあいつは。もう一回やってくれよ。僕のレース台無しだよこれ。何やっとんだあいつ。これどうやって組み倒すの。あんた見てなかったのよ。何か。それがあいつの中学最後のスプリントになったのです。あれ今日休み。ちょっと勝手に入ってこないでよ。いや今日例外。例外なんて許さないから。いや、これ反抗ください。背景、藤井樹様、彼の走っていたグラウンドの写真を撮ってください。どちら様ですか。部外者の方。浜口先生。あの元3年2組の藤井さん。そうです、覚えてますか。3年2組藤井月、出席番号が愛沢、岡崎、加藤、小山、佐藤、佐藤、庄司、服部、藤井、本田、村岡、八重樫、横内、和田、渡瀬、伊藤、遠藤、神崎、鈴木、土屋、中島、野口、福田、藤井、船橋。24番。すごい。どうして。そう、私立図書館で働いてんの。何の因果かそうなっちゃって。じゃあここの仕事も無駄じゃなかったわね。え、好きでしたから図書に。え、今日はね、書棚整理なの。わあ、懐かしい。みんな集まって。あなた方の先輩の藤井さん、
こんにちは。藤井月さん。なんで知ってるの？嘘。私たちの間で藤井月探しゲームっていうのが流行っててね。ね。最初誰が見つけたんだっけ？久保田くもさん。そのうち何冊も発掘されてね。ね。誰が一番たくさん見つけられるかって競争になってね。ね。点取り表まで作ったんですよ。どこやったっけ？最近はちょっとブームも下火だったんですけど、何枚ぐらい見つけたっけ？ね、今のところ87枚。あら、そんなに？でもまさか本人に会えるとは思わなかったよね。あ、これね、私が書いたわけじゃないのよ。友達がいたずらしてやった。それって男子ですか？そう、その人、よっぽど先輩のこと好きだったんですね。だってこんなにたくさん先輩の名前書くなんて。その人と先輩付き合ってたんですか？何にすごい。違うの、それは誤解。これは私の名前じゃなくてね。違うのよ、だから愛の相手にこっちは毎日だもん。本当ですね。でも誰？あなたを好きだった男子って。え？カードにあんないたずらしたの。もう先生まで。いいじゃない。あれ、私の名前じゃないんです。え？ほら、もう一人いたでしょ、藤井月って。ああ、あの男子の。あいつの仕業なんです。出席番号覚えてますか？9番。怖い。今一瞬でしたよ。あの子は特別よ。死んだでしょ、2年前に山で遭難して。あと一息やな。
死んだんだね。この先にな、知り合いがおんねん。カジさんいう名前やねんけど、みんなカジオヤジ、カジオヤジって呼んどんねん。地震、雷、カジ、オヤジ言うやろ。それでカジオヤジやねん。今晩はそのカジオヤジんとこ泊めてもろて、明日の朝一の山に出発や。ほら、あそこ、お山のてっぺんが見えとる。どないした？ダメ、やっぱりダメ。まこちゃん、何やってるの私たち。こんなのいいわけないじゃない。いいわけないんだよ。ひろこちゃんって、あの人に怒られる。そんなことないって。帰ろう。ために来たんや。吹っ切るためやないか。お願い。吹っ切らなあかんねんて、ひろこちゃん。お願いします。帰らせてください。どうしたの？測ったの？何度だった？壊れてる。どれ？いつき？いつき？11.8。おじいちゃん？おじいちゃん？119番電話した。毛布か。救急車が先。いつきは今運ぶから。先にいいから119番。寒いよ。1時間。何言ってんだ、そんなにかかんねえべや。救急車は？もう待ってられん。え？おじいちゃん。毛布持ってこい。ちょっとどうするのよ。そこらでタクシー捕まえたら15分で言うな。タクシーはダメ。捕まるわけないわよ。ダメだったら歩く。何バカなこと言ってんのよ。そんなのダメよ。救急車呼んでよ。1時間かかるって言ってるんだ。え？なんで？外見てみろ。僕はどうした？もしもし、先ほどお電話した藤井と申しますけれど。はい、ええ、氷で冷やすのはやってます。はい。おい、どこに電話してるんだ。ちょっとおじいちゃん、いつきをソファに寝かせて温めるのが大事なんですって。すいません。それから、おい、だからおじいちゃん、いつきをソファに寝かせてって言ったじゃないの。温めるのが大事なのよ。応急処置はさっき聞いた。
だったらその通りにしてよ。そんなことしたって救急車は来ないぞ。来るって言ってるわよ。1時間ぐらいで。次郎、どんどんひどくなってる。これからもどんどんひどくなるぞ。1時間で来ますよね。来ますよね。ひゅ、ちょっとすいません。しおじいちゃん、リスキー下ろして。いいから毛布持ってこい。タクシーはダメ。早く持ってこい。この子まで殺すつもり。しっかりしておじいちゃん。あの人の時どうだった？119番の言うこと聞かないで勝手にタクシー拾いに行って結局全然捕まらなかったでしょ。それでおじいちゃん、あの人背負って病院まで歩いたのよ。覚えてる？それで手当てが遅れて、それで死んじゃったんでしょ、あの人。また同じこと繰り返してどうするのよ。こういう時は専門家の指示に従わなきゃダメなの。で、わかるでしょ？あの時、病院まで何分かかった？え？何分だ？1時間はかかったわよ。かかっとらん。かかったわよ。あの時は40分だった。もっとかかったわよ。いや、かかっとらん。正確に言えば家を出て病院の玄関まで38分だった。それでも間に合わなかった。どっちにしても手遅れだったんだ。今ここを出れば救急車が来る前に病院にたどり着くだろう。どうする？いつきはお前の娘だ。お前が決めろ。でもこんな雪の中歩くなんて無理よ。歩きやせん。走る。今晩一晩だけここを泊めてもらおう。ええな。死ね。なんやねんその顔。な、見るからに過剰やしやろ。ほんま惜しいことしたな。なんでいいやつほど早う死ぬんかな。カジオヤジもな、あの時の仲間なんよ。あの遭難の時も。でもあの時はもっと毛がありました。あったあった。もっとたくさんあった。でも親父は立派やねん。あの遭難があって以来ここで山登りの連中のお世話しとんねん。いや、あの遭難したおかげでね、あの山のこと誰よりも詳しゅうなって思うと思うんで。そやけどあの山に登る連中に、あそこは危ないやの、この天候は気ぃつけた方がええのとか、もう口やかましい言うもんやから煙たがられとるんですわ。えらいよ親父は。俺なんか逃げ出してしもたもんな、山から。また登りたいんちゃうか。でも無理やな。どうして？もう怖い。私の恋は南の
風に乗って走るわ。何なんですかそれ、みんなのテーマ曲かなんかですか。あいつが最後に歌ってた歌や。谷底に落ちてな、姿は見えへんね。この歌だけが聞こえとるんや。なんで夜によって人生最後っちゅう時に松田聖子やったやろ。あいつ松田聖子のことを思いっきり嫌っとったやね。おかしなやつやったな。そやな。私ね、プロポーズしてもらえなかったんだよ、あの人に。え？マヤさんの菊生台に呼び出して、ちゃんと手には指輪ケースまで握りしめてるんだけど、あの人何にも喋らないの。二人で2時間くらいかな、たまって夜景見てて。そのうちなんだかかわいそうになってきちゃって、仕方がないからこっちから言ったの、結婚してくださいって。そしたらあの人一言、いいよって。でもそういうやつやったもんな、あいつ。女の子の前では全然煮えきらんやつやったもん。でもみんないい思い出。そやな、いい思い出いっぱいもらったもん。そやな。それなのにまだ何か欲しがっちゃって。死んだ後まで追いかけていっぱいおねだりするような女よ。わがままの女よ。でもね、おじいちゃん、考えたらあれから10年も経ってるのよ。だからどうした。今年ね、75でしょ。76だ。もう無理よ。あるわよ。おじいちゃん、やっぱり無理よ。じいちゃんが先に死ぬか、あの家が先に壊れるか見届けてやるわ。不動産屋の僕が保証します。あの家が先に壊れますよ。大丈夫よ姉さん、二人とも大丈夫。ひろこちゃん、ちょっと来てみ。綺麗な夜明けやで。
何？気づけへん？何が？あれが小山やで。ちゃんと見てあげる。藤井はあそこにおるんや。邪魔せんときいや。今行っちゃえんええとこや。渡辺弘子様、私のパパはなんと風邪をこじらせて死んじゃったのです。あれは中学3年の元旦の日でした。お正月早々、お葬式やなんかで家の中はごった返し。いてて、あかりさんいたんだ。
てママは寝込み、おかげで私は新学期が始まってもしばらく学校どころではなくなってしまったのです。そんなある日、はい、あれどうしたの？お前こそなんでいいんだよ。学校は？何のよ？ああ、いや、これ。冬休み前に借りといて、返すの忘れてたんだよ。図書室に返しといてよ。そんなの自分で返しなさいよ。それができなくなったから頼んでんだろう。なんで？いいから頼むよ。誰か死んだの？パパ。どうもご愁傷様です。なんだよ。なんでもない。それがあいつとの最後でした。そして一人だけ1週間遅れの新学期の日、あれ稲葉たちのいたずらよ。違う、こいつお前だよな。こいつだって知ってる？藤井くん転校しちゃったんだよ。え？急だったから挨拶できなかったんだって。どうした？月。私も多分これが最後です。いつき、ちょっと待って、今終わるとこ。拝啓藤井いつき様、この手紙に書かれた思い出はあなたのものです。だからあなたが持っているべきです。今まで本当にどうもありがとう。本当に感謝しています。追伸。追伸。あの図書カードの名前、本当に彼の名前なんでしょうか？ん？どういうことだ？彼が書いていたのがあなたの名前のような気がして仕方がないんです。え？どういうことだ？なんだ？中学
の時にね、同じ名前のクラスメートがいたの。それも男の子。それで？それだけ。お前の初恋か。そういうんじゃないわよ。ただいたのっていう話。あの木を植えた時にな、あいつに名前をつけたんだ。なんて名前だか知ってるか？知らない。いつきってんだ。お前と同じ名前だ。嘘。お前が生まれた時にな、その木を植えたんだ。それで二人に同じ名前をつけたのさ。どれ？知らなかったろ。ねえ、どれ？これ？ん？あれだ。あれ？二人揃って何やってんの？ねえ、本当なの？今作った話じゃないの？我が不思議なるペンフレンドの渡辺裕子様、お元気ですか？こちらはまあ相変わらずです。どう相変わらずかといえば、いやいや、そんなことはどうでもいいわ。それより今日はちょっとすごいことがあったんです。あなたに教えてあげなければと思い、慌ててペンを取りました。といっても私の場合はワープロだけどね。それは思いがけない訪問者によってもたらされました。見つけたので。これ。裏です。裏。中です。中。裏裏。カードカード。裏裏カードです。照れくさくて、この手紙は出せません。